今週のおまけです。今週のおまけは塾講師 A さん、男性40代東京都の方から出てですね、報道によると30年ぶりの円安ということで全体的に困ったこと、悪いことであるように報じられていますが、本当なんでしょうかと、円安報道について悪いことしか報道しない、大型金融緩和が円安の原因だと報道する財務心理教の、こういう報道はおかしいんじゃないでしょうかという質問であります。まあ、その通りですね。これはあの私の週刊西田じゃなくて西田商事チャンネルの方でもですね、すでに街頭遊説など含めですね、述べていますが、改めて週刊西田でもお話しさせていただきますが、そもそもですね、これ事実として日本は、昭和60年1985年、この時のプラザ合意までですね、ずっと、250円ぐらいの水準なんですよ、ドル円ルートというのは。でそしてこれはですね、もともとニクソンショック、このニクソン大統領の時にそれまで360円の固定相場制だったんですよ。ところがその固定相場制をやめて、で固定相場制の時はですね、そもそもドルと金が打艦紙幣という形で、まあ、そういうことでドルが国際通貨として非常に信用高かった。ところが、それをやってると金を持っていなきゃ打艦できないわけですよね。ところが、多額の戦争資金、ベトナム戦争でお金を使ってもう金もクソもなくなっちゃうと。でその時に、今打艦中止にしたわけですね。そこでもう金レート、あの円ドルレートがドカンと変動相場制になって下がって、それから200円台になってるわけですよね。で250円ぐらいずっと来たり上がったり下がったりしたんですが、まあ、そういう形でそこで急激にまず円高になりました、360円から。でしかしそこを乗り越えてですね、あとずっとだいたい250円前後行ったり来たりする中で十何年来た、そこで日本はどんどん経済ますます成長していくわけですよ。そしてついに1985年の時にはアメリカは日本からですね、まあ、集中豪雨的輸出とまで言われましたけども、まあ、自動車や、家電製品やアメリカ人がたくさん買ってくれてですね、日本企業大儲け、そして、アメリカは、財政も赤字、そして、経常収支も赤字というね、この双子の赤字で、大変だということで、これを止めるためには日本からの集中豪雨的な輸出を止めると。でそのために円高に誘導すると、まあ、ドル安に誘導するということを、了解するというのがプラザ合意なんですよね。プラザホテルで、もう円高を容認するという話になって、でそこで円高になっちゃった。でそこからですね100円台になるわけですよ。でそこから先一番ひどいのは、79円76円平均ねというところまで行ったりしました。まあ、ものすごくとてつもない円高になっていったわけです。でそこで何が行われたかというと、結局ですね、生産拠点をアメリカに移したり、さらには中国に移したり、要するに国内で生産してはですね、円高で物が売れないわけですよ、ね、でだから、海外に生産拠点を持っていったと。で企業にとってはその生産拠点を持っていって、海外で人を雇って売って、でそれでやっぱり利益出ますから、その利益の配当は日本に送られてくると。でそこで日本は経常収支は、どんどん黒字になっていくんですけれども、結果的に日本の国内の、産業が雇用がどんどん、出ていきますよね。でだから日本空洞化になって、そして、雇用がなくなってくるとですね、この結局いわゆる、派遣労働を含めですね、労働環境が悪くなって給料も下がってくると。まあ、こういうことで日本のデフレのもとは、結局プラザ合意以降のですね、産業の空洞化というのがね、一番大きな原因だと言えるわけなんですよね。でしかしこれをなんとかですね、こういう円高じゃなくて円安にしようと、当時、日本はそういうことを思った時もあったんですが、そういう円安誘導することはですね、断じてアメリカが許さなかったんですよ。これは、つまり市場に介入するなということを口実にしながら、日本の円高をに留めておくことによってですね、自分たちの国の経済を守りたいと、まあ、こういうことだったわけですね。でところが今回、くしくもですね、アメリカで、インフレ、これが非常に高いインフレ率になったと、まあ、9% 超える 10% 近いインフレになってるんですね。でその原因は何かというと、
アメリカではですね、もともと日本のようなデフレではなくてインフレだったんですね。経済はどんどん成長していったわけです。でそれはディマンドプルで、要するに需要がどんどん伸びて経済は成長していったと。でところが、そのコロナで、やっぱりその消費が落ち込んでしまいますからね。で経済対策で財政出動をたくさんしたと。でそれが、一気にですね、効いてきたと。で財政出動と同時に、金利も下げてですね、お金を借りやすく、消費をしやすく、投資をしやすい状況をどんどん作っていったら、文字通りそれが消費と投資が伸びて、でこれが伸びすぎて需要が増えすぎて、この高いインフレ率になったと。だからこのまま放っておくと、インフレ率が高くなりすぎるとですね、経済がやっぱりおかしくなりますからね。だからこれを止めるために、消費を抑えるために金利を上げたと。で金利を上げることによってお金の消費の、借り入れとか投資消費の、元になるお金の量を減らそうと、こういうことですよね。で、その結果ですね、日本と、アメリカとの金利差が、かなり大きく開いちゃったと。でそこでね、そんだけ開いてくると円を売って、ドルで買ってですね、向こうで運用する方が金利得ですからね。でそういう形でお金が流れていったと。で結果的に円安になったんで、今大変だ大変だって日本も金利上げろみたいなこと言ってるんですが、先ほど言いましたように、もともと日本は円安の時代にずっと経済成長してきたんです。でこれがアメリカの都合でどんどん円高に持っていかれてきて、日本は産業の空洞化になったわけですよ。今アメリカが、ね、今まででしたら円安になることをアメリカは認めないんですよ。認めないんだけど、今回は認めるも認めないもアメリカの都合で、ね、今度は円安になってきてくれたわけですね。これはまたとない機会で、この際ですね、この日本の中でこの円安の時にですね、もう一度生産拠点を海外から日本に戻しておく、まあ、特に中国問題などですね、それからウクライナ問題などを含めてですね、海外のサプライチェーンとかそういうことを考えた時にですね、国内で基盤のものは置いておかなきゃならないと。ね、この円高円安だけじゃなくて、そういう経済安全保障の面でも国内回帰をすべきだという風潮が出てきているわけで、まあ、これは本当にまたとないチャンスですから、徹底的にそれを利用して国内で、投資をもう一度始められるようにすべきなんですね。でそうすると何が起こるかと。で当然経済良くなりますよね、日本の経済で。現に、今日も、日本電産の決算が史上最高の利益出てるという話ね。それ原因は円安でというふうに書いてあるわけですよ。要するに輸出してる企業たくさんありますから、円安でものすごく利益出るんですよ。これ税収も増えます、当然日本の中で。で そのように経済が国内回帰でどんどんね、円安で戻ってきてやってくると経済良くなりますね。でそしてお金をどんどん今度は投資をしていこうということになります、ね、ここで初めて経済がちゃんと回転しだしてくるんで、そうなってきたらですね、これは少々ディマンドプル、このインフレが大きくなる、経済が成長しだしてきて、成長しだして金くしすぎると困るなとなってきたら金利は上げていいわけなんですよね。でそして金利を上げていくとですね、この日米金利差は、この下がってきますし、日本の経済がいいということは日本の円を買う人がまた増えてくるわけですよね。そうなってきたときに、今急激に150円いったりね、こうしてますけれども、その一方的にはどんどんね、200円を超えるような円安とかね、そういうことにはまあならない。落ち着くところに落ち着いてくるわけなんですね。ですからどのぐらいの水準になるかはこれ長期的に見ないと分かりませんが、一つ大事なことは先ほど言いましたようにね、もともと日本は戦後360円から始まり、そしてニクソンショック、そしてプラザ合意で、これを度重ねるアメリカの事情で円高の方に引っ張っていかれたわけですけれども、一時は行き過ぎた円高がね、70円台、76円9円とかね、確かあったと思いますけれども、まあ、そこまで行ってるわけですよ。だから今その半分ぐらいにようやく戻ってきたということですけれども、それを考えてみると、多少ですね円安方向になったからといってですね騒ぐ必要なくて、でこの際この円安を利用して徹底的に国内回帰をしていこうということになると。
ね、でそして経済がそうなってくると、企業の業績も良くなるし、ね、でそして国内で投資が増えてくると、最後は、金利を上げていく話に、順番としてはなってくるわけですね。ただそれを先にですね、ね、この円安が大変だから日米金利差をなくすために金利を上げなきゃならないんだと言ってるのはまさにこの本末転倒の議論でしたね。何にも分かってないなということなんですね。そしておまけにこれもう一つ今週の一問一答でも言ってますけれども、トラスさんイギリスのね、この人が言っていたような財政指導をたくさんするような大型減税やね財政指導があってこれが財政規律をね歪めることになるからポンドが売られて大変なことになったんだと言ってるのももっととんでもないことでありましてね、財政の規律と全く関係ないんですよこれは。でいうか財政規律自体ですねほとんど意味がない。要は実体経済がどうかというねその分析の仕方がまともであるかどうかというのが大事であってですね、トラスさんの、この辞任とかですね日米金利差の話で要は結論は、ね、アベノミクス否定なんですよ。財政出動否定、ね、そして黒田バズーカ否定でそれをしたい人間がうじゃうじゃいるわけですね。だから何か理由をつけてはほら見たことかと他はそうやってないとまたそう似たようなことをやったら、とんでもないことになったと言ってるのはそれはもう経済の、見方が全く初めから見当違いのことを言ってるわけですからねもう話にならないと、まあ、このことだけは皆さん方にもご理解をしていただかなければならないと思います。ということで、少々長くなりましたが今週のおまけでした。それからですね、西田昌司チャンネルは9万4000人登録とかね、かなり10万人に近づいてきてるんですけれどもこのところこの週刊西田がね、チーム西田さんがやってくれてるんですけれどもなかなか伸びてこないんですね。ぜひ皆さん方応援してください。よろしくお願いします。